我らの神は常にあがめ褒められ、今もいつもよように。アーメン。我らの神よ、光栄は何に来た、光栄は何に来た。天の王、慰める者よ、真実の神、争るところなき者、いたたるところなき者よ、万全の構造なる者、生命を踏まうしよ、鍛えて我らのうちに、我らを己の汚れに挟み伏せ、自然せよ、我らの魂を救い止め、聖なる神、聖なる勇気、聖なる上善の者よ、我らを憐れめ、聖なる神、聖なる勇気、聖なる上善の者よ、我らを憐れめ、光栄は一言と精神です、ね、今もいつも言うように、あの、聖賛でよ、我らを憐れめ、主よ、我らの罪を残虐せよ、主宰よ、我らの過ちを許せ、聖なる者よ、望みて我らの罪を癒したまえ、ことごとく何時の何よ、主憐れめよ、主憐れめよ、主憐れめよ、光栄は一言と精神に来す、今もいつも言うように、あの、天にいます我らの父よ、今まくは何時の名は聖とせられ、何時の国は来た、何時の命は天に行われるのもとく、地にも行われる。我が日曜の糧を今日我らに与えたまえ。我らに負い目あるものを我ら許すのもとく、我らの負い目を許したまえ。我らをいざないに導かず、なお我らを凶悪より救いたまえ。みなし国と天皇と光栄は何時父と子と聖神に帰す、今もいつもよように。アーミン。主憐れめよ、主憐れめよ、主憐れめよ。光栄は一言精神に来す、今もいつもように、アーメン。来たれ、我らの王を神に交配せん。来たれ、ハリストス、我らの王を神に交配服せん。来たれ、ハリストス、我らの王と神の前に交配服せん。主よ、我らの名を聞き、我らの呼ぶ声に聞き入れ、偽りなき口より譲る祈りを受けたまえ。願わくは我を正す裁きは汝の寛罰よりで、汝の火は義に進む、汝はすでに我が心を試し、野地に臨み我を滅びて得るところなし、我が口は我の思いに離れず、人の仕業に向いては我汝が口の言葉に従いて迫害者の道に進める、我が歩みを汝の道に固め、我が足をつまずかざるがためない、神を我汝に呼ぶ、けなし汝我に聞かん、何時の耳に我に傾けて我が言葉を聞かない、何時を頼む者を何時の耳の手に適する者より救うしよう、何時の絶えなる憐れみを表したまえ、我を人身のもとく登れよ、何時が翼の影を持って我を背ぐる不健者の表、我を巡る我が魂の敵より我を覆いたまえ、彼らは己の油を包まれ己の口に高ぶりに言う、今我が歩むたびに我らを巡り目狙えて地に倒さんと通す、彼らは獲物を恐れる死のもとか密かなるところにうずくまる小石のもとし、主よ起きよ、彼らに先立して彼らを倒し、何時の剣を持って我が魂を不健者より救え、主よ何時の手を持って人すなわち世の人より救いたまえ、彼らの技は本性にある、何時は何時の行動より巣の腹を満たし、彼らの駒は来て余りを巣の末に残さん、ただ我は義を持って何時も寛罰を見とす、サメを着て何時の形を持って自ら飽きたら、主よ何時が我が魂を仰ぐ、我が神を何時を頼む、我に世の恥なからしめよ、我が敵を我に貸して喜ばしむるなかれ、およそ何時を頼む者にも恥なかしめたまえ、乱れに法を犯す者は根の脇を恥じようやな、主よ我に何時の道を示し、我に何時の道を教え、我何時の真理に導きて我を教えたまえ、けだし何時は我が救いの神なり、我日々に何時を頼める、主よ何時の恵みと何時の憐れみとを記憶せよ、けだしこれを永遠よりあるなり、我が若き時の罪と過ちとを記憶する中で、主よ何時の慈しみにより何時の憐れみをもって我を記憶せよ、主よ仁なり義なり故に罪人に道を教え示す、謙遜の者を義に導き、謙遜の者に己の道を教え、およそ主の道はその約束その啓示を守る者にありて慈善なり真実なり、主よ何時の名において我が罪を許したまえ、
その大いなるもってなり。誰か主を恐れる人たら、主はこれに選ぶべき道を示す。彼の魂は服におり、彼の末は血をつまむ。主の奥義は彼を恐れるに属し、彼はその役をもって心に表す。我が目、常に主を仰ぐ。その我が足は網より出すに行く。我を借りに、我を憐れみ、我一人にして苦しめるには、我が心の霊をますます押し、我が苦難より我を引き出せ。我が苦しみ、我が疲れを顧み、我が諸々の罪を許したまえ。我が敵を見よ、何ぞ起き、彼らの声を恨み、恨みは何ぞ花高しき。我が魂を守りて我を救い、我が汝におけるために恥じながら包めたまえ。願わくは無天と敵とは我を守らず、我汝を頼めばない。神をイスラエルをその諸々の霊より救いたまえ。神を汝の大いなる憐れみによりて我を憐れみ、汝が耳の大きによりて我の不法を消したまえ。しばしば我を我が不法より洗い、我を我が罪より清めたまえ。けだし我は我が不法を知る。我の罪は罪我が前にある。我は汝一人汝の罪を犯し、悪を汝の目の前に行い、汝は汝の審断に気にして汝の裁判に公なり。見よ、我は不法において生まれ、我が母は罪において我を産め。見よ、汝は心に真実のある愛を愛、真実のあるを愛し、我が内において知恵を我に表せる。イソップをもって我に注げ、しかせば我清くなら。我を洗え、しかせば我に生きる白くなら。我に喜びと楽しみとを聞かせたまえ。しかせば汝におられし骨を喜ばん。何時の完発を我が罪より避け、我が雲の手の方を消したまえ。神を清き心に我に作れ、正しき魂のうちに改めたまえ。我を何時の完発より追うことなかれ、何時の精神を我より取り上げることなかれ、何時が救いの喜びをこの我に返せ、最たる信を持って我を固めたまえ。我不法の者に何時の道を教え、不健の者は何時に帰らんとす。神を我が救いの神よ、我を死より救いたまえ。しかすば我が舌は何時の芸を褒め上げ、死を我が唇を開け。しかすば我が口は何時の賛美を上げ、いやし何時は祭りや骨折。しかすば我を立て祭らん、何時は焼き身祭りを喜ばず。神に喜ばれる祭りは痛快の魂に、痛快して謙遜なる心は神を何時軽んじたまま。主よ、何時の恵みにおいて恩をシオンに耐え、イエルサレムの上面を立てるたまえ。その時に何時美の祭り、捧げ物と焼き祭りとよく言うけ、その時に人々何時の祭壇に教習を備えず、光栄は知足と精神に来す今のうちのように。アリルイヤ、アリルイヤ、アリルイヤ、神の光栄は何時に。アリルイヤ、アリルイヤ、アリルイヤ、神の光栄は何時に。アリルイヤ、アリルイヤ、アリルイヤ、神の光栄は何時に。主憐れめよ、主憐れめよ、主憐れめよ、光栄は知足と精神に来す。真摯の軍、何時の墓に現れしに、万兵してる者を戻し、マリア墓に立ちて、何時の潔き体を取るの。何時は地獄に行われていて、地獄を取り込みし、利益を守って巨人に集まる。主に復活する主や光栄は何時に。今のいつも余裕に安の。この信者は何時は普通の不動のものが、我らのために命の身に苦しむものなの。ユサヤ何時に。聖書と共に、我が悲しみの憐れみを葬ることを祈りたまえ。主は日々に甘み見られ、神は我らを思い出ますけれども、また我らを救いたまえ。神は我らのために、神の救いの神である。聖なる神、聖なる神、聖なる造成の神を我らを憐れみ。聖なる神、聖なる神、聖なる造成の神を我らを憐れみ。聖なる神、聖なる神、聖なる造成の神を我らを憐れみ。光栄は人々の精神にする、この道の上に安心。聖三帝を我らは憐れみ。死を我らの罪を清くする。死体を我らの過ちに、聖なる者を求めて我らの名前を出したまえ。そのことに何時もない。
主変われぬよ、主変われぬよ、主変われぬよ。光栄は地と国政主義にする今の一の上にある。天にいます我らの地は、長くは何時の名は聖に知られ、何時の国になったり、何時の命は天に行われるのではなく、うちにも行われ。我が日常の家庭を今日我らに与えたまえ。我らに負い目あるものを我ら許すがなく、我らの負い目を許したまえ。我らをいずれに導かず、なお我らを凶悪より救いたまえ。けだしきと剣のと光栄は何時父とことを精神に帰す、今もいつもよように。アーミン。命の源たるハリスト神は、命を施す手をもって死者の目を砕き谷より出して、復活を人類に賜り、もろびくの子宮戦士、復活と命及び囚人の神なりばかり。主憐れめよ、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 いずれの日、いずれの天にも地にも公開参映せられ、官人、公事、自然にして、義人を愛し、大人を憐れみ、来世の福を訳して、よろずる者を救いに招くカリストス神を、何時主よ、自ら我がこの時の祈りをも受け、我らの命を何時の戒めに向かうしめたまえ、我らの魂を聖にし、体を潔くし、おもんばかりを治くし、思いを記憶し、我らこのところの憂いと災いと病より救い、何時の聖なる真摯をもって我らを巡り、我らがその囲みに守り導かれて、真の一つになると何時の近づきがたき光栄を悟りに照らすため、けだし何時は世に崇め褒めらう。アーメン。主憐れめよ、主憐れめよ、主憐れめよ。光栄は父のこと精神に来ず、今もいつもように。アーメン。エルビムより尊く、セラフィムになる気になく栄え、理想を破らずして神言葉を生みし、実の昇進でたる何時は崇め褒め。神父よ、主の名をもって福を下せ。主イエス・キリスト、我らの神よ、我が諸聖神父の祈祷によりて、我らを憐れめよ。アーメン。主祭、神、父、全能者、主、六聖の子、イエス・キリストス、および聖神、唯一の神聖、唯一の能力よ、我、罪人を憐れみ、何時が知るところの法をもって、我、不当の僕を救いたまえ、減らし、何時は世に崇め褒めら、アーメン。
尊貴なる我らの先代の大司教東京の副司教セラフィム司祭の尊貴アリストスの御祭職教徳の教主及び囚人のために就任のらん主われめよ我が国の天皇及び国をつかまる者のために就任のらん主われめよこの町とその町と地方及び一心をもってこの町におる者のために就任のらん主われめよ神に立つ主なら
今もいつもよよに。Oh.
汝の救い、汝の行に福を下したまえ。
汝の民を救い、汝の民に福を下し、発する書の読み、慎みて聞くべし。啓蒂よ、哀れに富める神は、その我らを愛する大いなる愛によって、我ら罪において生し者アリストスと共に生かせり、何時が恩寵をもって救われたり、金と共に復活しせしめし、ハリストースイエスにありて天に出しめしたり、未来の身においてそのハリストースイエスにありて我らに施し人事をもって恩寵の憐れみたる富を示さんためなり、けらし何時らは恩寵をもって真によりて救われたり、これ何時らによるにあらず神の賜物なり、行いによるにあらず人の誇ることなからんためなり、けだし我らは彼らの作り物にしてハリストスイースにありて良き技のために作られたり、すなわち神が我らの行わんためにあらかじめ備えんところなり、彼はこれに言えり、立法に何をか記せる、何時いかに読むか。答えて言えり、何時心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主何時の神を愛せよ。また何時の隣を愛すること、己のごとくせよ。イースス、これに言えり、
汝の答えしところ正しい。これをなせ、すなわち生きん。しかれども彼は己を義とせんと欲して、いいすすに言えり。我が隣とは誰ぞや。いいすす答えて言えり。ある人、イエルサレムよりイエリホンに下るとき、盗人に会えり、彼らその衣を剥ぎ、彼に傷つけ、ほとんど死するばかりにして、彼を捨てて去れり。たまたま一人の司祭、この道より下りしが、彼を見て過ぎ去れり。同じくレビートも、かしこにいたり近づいて彼を見て過ぎ去れり。ただあるサマリア人は行きてここにいたり、彼を見て憐れみ、尽きてその傷に油と酒とを注ぎてこれを包み、彼を己の家畜に乗せ旅館に引きいたりて、彼を看護せり。あくる日行かんとするとき、銀二枚を癒し、主に与えてこれに言えり、この人を看護せよ。ついえもしこれよりまさは、我帰るとき何時に継ぐのまん。この三人のうち何時いずれを盗人に愛し者の隣と思うか。彼言えり、この人に憐れみを施しし者なり。いいすす彼に言えり、行きて何時も核のごとく行え。主や声は何時に聞し、声は何時に精神の皆によりてなり。今日の福音は、ある一人の律法学者がハリストスを試みようとして言ったこのような問いから始まりました。先生、私は何をすれば永遠の命を継ぐことができますか。ハリストスは彼が律法の専門家であることを知っており、また彼のそのハリストスを試みようとしているその意図を見抜いた上で、このようにお答えになりました。律法には何と書いてあるか、あなたはどのように読んでいるのか。律法学者は答えました。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主あなたの神を愛しなさい、またあなたの隣人を自分のように愛しなさい。ハリストスは律法学者のこの回答を認め、それを実行しなさい、そうすれば生きるであろうと、やはり律法の言葉を用いて彼に教えました。それに対しこの律法学者は、ハリストスよりも自分の方が正しくなろうとして、ハリストスの上げ足を取るようにこのように言いました。私の隣人とは誰ですか。
この律法学者の問いに対し、ハリストスがお話になったのが、今日の福音で語られた良きサマリア人の例えであります。律法学者は、私の隣人とは誰ですかと、どの程度の関係性の人を隣人と呼ぶのかという具体的な隣人のその範囲についてハリストスに問いました。しかしハリストスは今日の例え話を用いて、隣人というものはそのような関係性に基づくものではなく、傷ついている人や弱っている人、苦しんでいる人らを助けることによって、つまりあなたの人を愛するその愛の程度が隣人を決めるのであるというふうに、お教えになりました。例えば私たちには家族がおります。自らとの距離で言えば、その家族というものはいわゆる隣人、隣人よりもさらに近いものにも思われます。しかしその最も距離的には近いところにいるはずの家族が、悩み、苦しみ、傷つき、孤独に陥っているときに、もし私たちが無関心であるならば、私たちは家族に対してすら隣人には慣れていないということなのです。最も距離的には身近な家族ですら愛することが難しい私たちが、一体どうすれば誰かの隣人になどなることができるのでしょうか。今日の福音でハリストスはおっしゃいました。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主あなたの神を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい。このように生きることができれば、あなたは命を継ぐことができる、そうハリストスはおっしゃいました。この律法の言葉は、砕けた表現をすれば、精一杯神を愛しなさい、そして自分だと思って人のことを愛しなさいということです。この二つの教えは、この神を愛しなさい、人を愛しなさいという二つの教えは、別々の事柄、神を愛する、人を愛するという別の事柄を述べているのではなくて、順序があるようでいて、実は重複しており、いわば表裏一体のようなものなのです。なぜなら、私たちは私たちをお作りになり、また私たちを救ってくださる神を一番に愛せなければならない、それは当然のこととはいえ、姿が見えず、また何一つ欠けるところなく、何も必要とはされていない神様を愛する、その具体的な方法は、神様が愛しておられるこの世界を、特に神様の似姿として作られた人間を愛すること、それが神を愛することにつながるからです。つまり憐れみというのは、人を自分のように愛し、いたわることなのです。
そもそもこの憐れみと訳された言葉のもともとの意味は、腹渡がねじれるほどに共感するという意味です。すなわち憐れむとは、腹渡がちぎれるほどの悲しみ、いわゆる断腸の思いを持って人に共鳴し、そしてその人と一致するということなのです。しかし私たちにはそのような気持ちを持って人に接すること、そのような気持ちを人に向けることはとても困難です。自分の家族や自分の子供に対してすら、共感するよりも先に自分の苦しみを優先し、家族や子供に対してすら無関心になってしまいます。まさに愛の対義語は無関心であると言われる通りであります。私たちは人を憐れむどころか、自分のことで頭がいっぱいなのです。私たちはなぜこんなにも自己中心的なのでしょうか。なぜ私たちはこんなにも人を愛することができないのでしょうか。それは実は私たちこそが今日の福音でいうところの盗賊に襲われた人に他ならないからです。私たちはサマリア人のように人を愛することができない。それは実は私たちはサマリア人になる前に盗賊に襲われている人、それが私たちの現実の姿だからです。私たちこそが悪魔の誘惑によって義の衣を剥ぎ取られ、肉体は愚か神の似姿という人間の本質まで傷つけられて瀕死の状態に陥っているのです。ですから私たちこそがまずは助けられなければならないのです。教会は伝統的に今日の福音のサマリア人とはハリストスご自身のことを指しているというふうに理解してまいりました。ハリストスは異教徒であり、ユダヤ人たちから蔑まれていたサマリア人同様に疎まれながらも、私たちを憐れみ、そして私たちの傷口に恩寵という油と罪の許しという酒を注ぎ、衣で覆って私たちを守り、そして傷ついた私たちに自分で歩かせるのではなく、ロバに乗せて運んでくださり、教会という旅館に連れてきて、そして私たちを治療してくださるのです。さらにこの教会においてハリストスの憐れみは私たちに増し加えられていきます。こうして私たちが神様の恵みを存分に受けて癒されて、初めて私たちは立ち上がり、ハリストスの恵みを受けた者として、ハリストスのように人を憐れむ、つまり人を愛して人と一致することができるようになるのです。今日の福音は律法学者のこのような問いから始まりました。私は何をすれば永遠の命を継ぐことができますか。何をすれば、何かをして天国に入ることができるのであれば、その答えは確かに律法に基づく行いでありましょう。しかし私たちは
それができなくなってしまったのです。ですからその行いの前に私たちにはすべきことがあります。それは自らの罪を認めて神の憐れみを受けるということなのです。私たちが罪を認めて痛快し、神様の憐れみを素直に受け入れることによって、私たちもハリストスのように神を愛し、人を愛し、人々の隣人になることができるようになります。そして永遠の命とはハリストスのようになることに他なりません。すなわち痛快こそが永遠の命と隣人愛の道に初めの一歩に他ならないのであります。父と子と聖神の御名によってなり、アミン。我ら皆魂を全うしていわん、我らの思いを全うしていわん。
Thank you.
セラフィムを常に記憶せん、今もいつも世々に願わくは主神はその国において、すでに眠りし不死郷セルギ、不死郷イリネ、不死郷ウラジーミル、不死郷ペオドシー、死郷ニコライ、死郷ペトル、並びにすでに眠りし高清水聖教会の新品教育者神道慶帝姉妹らを常に記憶せん、今もいつも世々に願わくは主神はその国において、汝主聖教のハリスティア人らを常に記憶せん、今もいつも世々に、アーメン。主たまえよ。我らの命の終わりがハリスティア人にいかない。
病なく恥なく平安なることおよびハリストスの恐るべき審判においてよろしき答えをなすを賜わんことを求む。主たまえよ。至聖な主決にして至りて賛美たる我らの光栄の助祭正真正栄帝道上マリアと諸聖人と記憶して我ら己の身および互いに各々の身をもって並びにこそ仏の我らの命をもってハリストス神に至つせん。汝の独生死の事例によりてなり汝は彼と死生自然にして命を施す汝の神と共にあがめ褒められ今もいつもよように。Oh.
願わくは我が主イエス・キリストの恵み、神父の慈しみ、精神の親しみは汝衆人と共にあらんこと。汝の真理を心上に向こうべし、主に迎えり、主に感謝すべし、信じることせし、一体にして別れたる生産者、
願わくはこれは来るものとは魂の形成となり所在を許しておる。何時が精神の大砲となり天国を売ることになりなんだけど勇敢となり神安命が定罪となるためにこの霊者に対する神安の国に一番と別会社を連射して伝道者、禁者、指名者、表彰者、設定者でこれと神安を加えしていただく魂のためになるのです。ことに聖潔にしていたりで賛美たる我らの光栄の助祭正真上聖帝の上マリアのため常に幸いにして全く傷なき正主たまえよ。
しき答えをなすおたまわんことを求む。主たまえよ。真の同一と精神の対合とを求めて、我ら己の身及び互いに各々の身をもって、並びに各々の我らの命をもって、アリスポス神に託せ。主さんや我らに勇みをもって罪を得ずして、あえて何時天の神父を呼びて言うをたまえ。天に祀られらの父や願わくは何時のなら説教せられ、何時の国は来た、主我が神よ、汝の名は汝の天地大いなる。汝の光栄は諸天に言う、諸天に吠え、汝の敵をゆえをもって、汝は幼子と血の身元の
口より賛美を唱えたり、敵と仇を むくうる者とに言葉なからしめに、だからしめにためなり、我何時が指の仕業なる書店を見、何時の立て字付きと不死とを見れば、すなわち人は何者たる、何時これを思うか、人の子は何者たる、何時これを顧みるか、何時彼を天使らより少しくだらしめ、彼に光栄と尊貴とを被らせ、彼を何時の手の作りし者の上に立て、万物をその直下に伏せしめたり、すなわち地子と、すなわち地子徳の羊、牛、またの獣、空の鳥、海の魚、一切海に泳ぐものなり、主我が神を何時の名は何度全地に大いなる。主よ、我心の作れし何時を褒め上げ、何時がことごとくの奇跡を伝える。非常者よ、我何時のために喜び、祝い何時の名に歌わぬ。我が敵は退けられる時つまずきて、何時が干ばつの前に滅びぬ。けだし何時は我が裁きを行い、我が訴えを埋めたり、気になる審判者、何時は妖座に座したまえり、何時は庶民を憤り、悪者を滅ぼし、その名を永遠に消せり、敵には武器ことごとくつき、町は何時これを記憶はこれとともに滅びたり、ただし主は永遠に存す、彼は審判のためにそのハウザを備えたり、彼は仇をもって世界を審判し、正直をもって審判を庶民に行いし、主は苦しめられる者のために隠れ家となり、憂いの時において隠れ家とならん。何時の名を知る者は何時のため、何時を頼まん。主よ、何時を尋る者は何時捨てざればなり。シオンによる主に歌え、彼の仕業を庶民の中に伝えよ。けだし彼は血を流す、罪をともこれを記憶して苦しめられる者の叫びを忘れず。主よ、我を憐れめ、我を死の門より登らせて、ことごと何時がことごとくの賛美をシオンの娘の門に伝えしむ者、我を憎む者、我に加わる苦しみを見よ。我何時が救いのために喜ばぬ。庶民はその掘りたる落とし穴に陥り、その貸したる網にその足をまとわれたり、主はその行いし審判によりよりて知られ、悪者は己が手の仕業にて捕らえられたり、願わくは悪者およそ神を忘れる、民は地獄に赴かん。けだし貧しき者は長く忘れられるにあらず、乏しき者は望み長く たたるにあらず。主よ、起きよ、人に勝ちを得しむ者なかれ、願わくは庶民は何時が干ばつの前に審判せられに。主よ、彼らをして恐れしめ、庶民が己の人をたる知らんためなり。主よ、何度遠く立ち憂いの時に己を隠す。
悪者は誇りによりて貧しき者をしのぐ、しのぐ。願わくは彼ら自ら我が来るところの計りごとに陥らん。ただし悪者はその魂の欲を持って自ら誇り、利を貪る者は己を褒む。悪者はその誇りによりて死を軽んじて死を軽んじて言う。そのことごとくの思いの中に神なし、なしとす、なしとす。彼の道は土に害あり、何人の定めは彼に遠ざかる。彼はそのことごとくの敵を軽んじ見る。その心に言う。我動かざん。死を頼む。何じら何じ何ぞ我が魂に言う。鳥のごとく飛びて神を恐れる心と信徒を持って近づき来たれ。主の名によって光る者は我が御である。主は雷我らを照らせり。主は我を信じかつ受け認めて、汝を実にハリストス生活の神の子、罪人を救うがために世に来たりし者となす。主罪人のうちわれ第一年。また信ず、これはすなわち汝が地上の体、これはすなわち汝が子孫の地なりと。故に汝に乗る我を憐れみ、我が自由と自由ならずして言葉と行いにて、知ると知らずして犯し所在を許したまえ。並びに我に定罪なく汝が地上なる機密を受けて、罪の許しと衛生とを潤いたさせたまえ。神の子や今我を汝が機密の院に預かる者として入れたまえ。けだし我汝の仇に機密を告げざらん。また汝にユーダのごとき接吻をなさざらん。すなわち愚党のごとく汝を受け認めて言う。主や汝の国において我を清くせよと。主や祈る汝の聖なる機密を送るは、我がために心安あるいは定罪とならず、すなわち霊体の癒しとならんことを。アミン。クリストスの聖体を受け、不死の泉を飲めよ。クリストスの聖体を受け、不死の泉を Thank you.
神は何時の民を救い、および何時の修行に福を下せ。すでに誠の光を見、天の精神を受け、正しき教えを得願わくは主の幸福は
今もいつもよように。アーメン。ハリストス神、我らの頼みよ、光栄は何時に来す、光栄は何時に来す。光栄は父と子と聖霊に来す、今もいつもよように。アーメン。主よ、我らに主よ、我らに主よ、我らに。シャリストス我らの誠の神はその至上なる母光栄にして賛美たる聖子と我らの聖神父コンスタンチノポリの大司教近郊ヨアンエデッサの聖地名者グリサモンアビウ国商者スヒマ松陰聖パイーシーベリチスコフスキーアストニオの大司教聖ニコライおよび諸聖人の祈祷によりて我らを憐み救わん彼は善にして人を愛する主なればなり。アーメン。神よ、我が国の天皇、及び国を司る御用の、我らの主教なり大主を世界に。および子供の国の政教